おはようございます。ミスター M さん、そしてガチンコマッチョクラブおよびメタボ47をご覧の皆様、いつもお世話になります。速稼塾の久保です。今回ミスター M さんからねメッセージをいただきました。体重の増減表を 送らせていただいたんですけども、こちらの方ね、やっぱこういう風にギザギザしながらこうやって落ちていくところ、私はねこう一気にストーンと落ちるのは危険だと思ってたんですよ。で、私の今までのダイエットってのは結局ね一気にストーンと落ちる方だったんですよ。例えばね、昨年のことだったかな、昨年まだミスター M さんと出会う前っていうのは私ね1ヶ月ほぼ断食っていうのをやったんですよね。さあやっぱ体重は落ちましたよ、7キロとか8キロとか、でまあ私体力がありましたんで断食もそんな答えなかったんですけども、やっぱりね戻るのも早かったですよね。あの食欲を我慢するってことはその反動が来るわけなんですよ。ですんで私のやり方としては少しずつ少しずつ胃をちっちゃくしながらね、こうやってナッツを一つまみ食べて、まあ適度に満腹も満たしながら、でも空腹感も常に大事かなと思うんですよ。満腹になる工夫をしてしまうと胃は膨らんだまんまなんで、ちょっとの空腹に耐えることをして少しずつ胃をちっちゃくするんですよね。例えばね、昨日のお昼私あのお寿司をいただいたんですけども、のり巻き本当一缶でお腹いっぱいになっちゃったんですよね。いやお昼はそのぐらいがちょうどいいかなと思うんですよ。まあ朝はねそこそこ食べるんですけどね、朝はおにぎり1個と豚肉のねステーキを、200g ぐらい、そしてプロテインのクッキーにこのプロテインのドリンクですよね、こちらの方をいただいて、まあ朝はね充実した食事になるんですよね。でお昼はまあランチセット作るんですけども、野菜中心海藻中心、そういうふうな形になってますね。でお肉も食べますけども、まあ脂肪分の少ないね、なんて言いますか、タンパク質たっぷりのやつをちょっと高いんですけども、ほんと一切れ二切れ食べるようにしてますね。非常にね食生活もそれから普段やってるプランクも連動するようになってきました。で今私はね、ずいぶん長い間こちらの左手の手をね、まあ疲労骨折かと思ったらどうもね筋を痛めてるらしくって、こちらの方腱鞘炎ではないんですけども、こちらの方ちょっと痛わってるのと、あと去年の9月脱臼したところがありますんで、やっぱり重いもの持てないんですよね。ということでダンベルは水ダンベル以外しばらくお休みしてるんですけども、その代わりこのお腹周りね、鍛えようと思ってプランクに集中してるということになります。あとはリングフィットアドベンチャーですか、任天堂のゲームもやりながら全身も軽くほぐすような感じですよね。最近は膝がねどうもねあんまりやると痛むんで、この辺も本当に故障の前に、ケアするようにしていますね。はい。で120秒プランクは順調で、120秒でしたらもうね私こなせます。もういつでもいつまででも、でちょっと欲張ってこれをね150秒とかそれから3分とかに持っていくのは欲張りすぎで挫折になると思うんで、私の適正秒数は120秒かなと思いまして、ちょっとねうっすらとここに汗をかいてお腹がプルプルする程度、そのぐらいで、終わっていくのがいいかなと思いますんで、まあ、その120秒プランクでしょ。あとはね60秒プランクを1日に3回ぐらいこう散りばめていこうかなというところでございます。まあ引き続きね、見守っていただければと思います。ミスター M さんの方も、新しいトレーニングルームできて、で今日もね肩を鍛える動画を送っていただきまして、ガチンコマッチクラブにも205話になります。そこでですねミスター M さんにまたねズーム対談などをできればなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。引っ越したこと、そして200話を突破したこと、私がプランクをね一定数できていること、ガチンコマッチョクラブ第1期生との関わりみたいなことをねお話しできればよろしいかなと思っております。また返信の方いただければ幸いです。それでは。